後で消しとこう。めっちゃ今理解した、やっと理解したよ私。そっか消えないわ、そういえばそうだわ、消さなきゃ。消せなかったね、忘れてた。こんばんは、見るだけになるよ、仕事頑張って。前日です、前乗りです。あ、そう、徳島のイベントに出させてもらうことになりました。びっくり。私なんだと思った。こんばんは。そう、今変えられる？マジ？ちょっと待って、慣れてないよこの機能に。これだ、わかった。これをこうし、OK、OK、こんばんは。ゆみさりますありがとう。こんばんは。消えました。ちゃんと消えました。うわ、すごい雲が出てきた。すごっ。お菓子からおじさんありがとう。お兄さんもあめちゃんからお菓子からありがとう。ホテルから話して初めてじゃない？ね、過去に2、3回やったことあるかな。でもね、ほとんどしないんだよね。六本木率高めだね。ね。なんか、すごい六本木によく行ってる気がする最近。いらっしゃーい、こんばんは。ね、何回かは、何回かやったことはあるんですよ。でもね、めったにしないから。お兄さんおばけありがとう。佐藤新川さんお菓子ありがとう。何食べた？実はね、夜ご飯まだ食べてないのよ。実は食べてないんだよね。あのね、ポトフみたいなやつはさっき食べたけど、まだ食べてないに等しいから。実はまだ食べてないんだよね。指がないの残念よね。ね、ハロウィン関連のイベントね、ないよね。ないんだと思っちゃった。まあでも仕方ないか、いろいろ重なってるしね。スーパーマリオブラザーズワンダー買った。何それ、買ってないし知らない。ちょっと待って、誰それ。大人やん。確かに常連大人かもしれん。すごーい、エンジさんありがとう。パンキン、めっちゃ燃えた時と早朝配信があって、ね、あった気がする。懐かしい。早朝配信とか懐かしい。こんばんは、こんばんは。人自然文化と共生する徳島スピリットと心地よさ体験を経験して何するの。私もいまいちつかめてない。何するの。関東が多いです、最近。まあ、さきさりもさんありがとう。ジポンさん、コウモリありがとう。あの方のあれとか探し方ないよね。それはそうね、仕方ないよね。こんばんは。その代わりクリスマスがあると願おう。クリスマスはさすがにあってほしいね。初でも休止をします。おー、いいね。楽しみにしてます。マリオ今日なんだ、何にも知らなかった。何にも知らない。そうね、大事なコースは抽選なんでね。みんなオークンコウモリありがとう。久しぶりのマリオの新作やで。私見てないし情報すら知らなかった。そんなのあったの、マジ。今日はベルで初めコーデやない、初めコーデちゃうで。こんばんは。
来年なんかめっちゃマリオ出るじゃん。急にどうした？コロナで消えて泣いた。握手司会したいね。握手券なくなったの辛いもんね。昨日 YouTube でした。昨日したんかーい。最近やってない。こんばん。手持ちでやってるの。そう、手持ちでやってる。めっちゃ手持ちでやってる今。30分だからまあいけるでしょっていう。しかも横スクロールなの。こう肩横スクロールなの今回。何それ。ちょっと後で見てみよう。いらっしゃいませ。こんばんは。タコちゃんの仕事での愛媛上陸の機会が後回しになりすぎて自分の中でハードルが上がりまくって。確かに愛媛とか四国になかなか行かないかも。握手ね、なくなったもんね。一気に明日2時間目から。お、了解、待ってます。泊まり好き、めっちゃ好き。めっちゃ好き、マジ好き。ゾウマリオ、え、そういうこと？ゾウに変身する。あー、なんか見たかもしれん。見た気がする。なんかチラッと見た気がするな。こんばんは、ボメニーさん。コウモリに魔法の帽子からありがとう。待って、これあれかな。え、あの音かな。なかなかどころかゼロだわ。確かに一回も行ったことないかも。あ、そっか、一回も行ったことないかもね。四国に行く機会がない。プライベートでは全然あるけど仕事で行くことないね。行きたいね。こんばんは。マイキュリークーガーさんっていいのかな、これ。大森ありがとう。明日5時半起きだよ。やばい、早く寝なきゃじゃん。早く寝なきゃじゃん、それは。みたいになる、残念。廿日市、ささ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 。廿日市しね、ないよね。広島がなかなかないのよ、私。広島もなかなかないから。いらっしゃーい。そう、仕事ではないんだよね。明日4時起き、早く寝なきゃ。早く寝なきゃ、それは寝なきゃ。おかしいな、四国まで通ってた。どっちかっていうと関東が多いよ、私は。大山積神社とか行った。あ、行った気がする。行った記憶あるな。あれ、行かなかったっけ。めっちゃ聞いたことあるな、その神社の名前。愛媛行きたい。こんばんは。めっちゃ行きたい。九州も行きたいね。明日4時起きは寝よう。明日5時半は寝よう。あ、私はそんな早くない。いや、早くない、そんな早くない。いや、関東にね、いや、ほんと最近は関東にたくさん行くから嬉しいね。よろしくお願いします。イカ中、いや、最近ね、私イカゲームやってないわけじゃないんだけど、やる頻度が少なくなったかも。別のゲームに全力注いでるかもしれない。別のゲームに全力注いでます。あ、そう、特殊なコーナーしないよね。愛媛は島並みオブジェとイメージ、確かに。では愛媛だっけな、あの博多島はねよく行ってたんだよ。こんばんは。愛媛だっけ、あれ、頑張れ。
れたからな。九州もなかなか行かないよね。こんばんは。明日ね、楽しみ。ぜひぜひ来る方は。めっちゃ食べたい、めっちゃ食べたい言うとる。え、そりゃな、卒業するんだってね。やばい、びっくりしちゃった。めっちゃびっくりした。あのヤフーニュースの通知来て目疑ったもん。もっと楽に時間取れるね。ねえ、嬉しい。場所としては貴重なのか。多分というかだいぶ貴重かも。佐賀とはなかなか行かない。行きたい、全部行きたい。いらっしゃい。地元の野外ライブ、地元でしたいよ私も。広島で野外ライブしたいな。九州もプライベートのイメージが強い。確かにめっちゃプライベートで行くわ、そっち側も。土部屋イエス。見たんかな、ラーメン食べたって言ってたとこ。あ、そう、博多島の博多の塩あるじゃん、あの CM でこう有名な博多の塩、あれの本場じゃないけど博多島ってとこがあるんですよ。あそこによく行ってた。本場の博多の塩ラーメンを食べました。美味しかったです。感謝しかね。15年とかすごすぎるね。すごい。むしろよくここまで。すごいよね。野外ライブしたい。広島弁出ないんだよね、なかなか。出ないんだよね、なかなか。あのめっちゃ家族といるときは出てる方ではあると思っとるんじゃけど。なかなか出ないよ。あ、そう、博多の塩ってやつ。塩ソフトクリーム売ってる。あ、そう、売ってる。姫の時代聞きました。おい、聞いてきた人か。ぜひぜひここに入り見たてもらって。17年超えてこう。超える20、あと20、あ、10年で、あの26なんよ。今で4年やったでしょ。4年で14で26で26、14年。あ、でもそっか、30行く前にはもう17年超えてるってこと。やばい。やばすぎる。こんばんは。とかあまり期間じゃけ、あのね、家族といるときは割と出るんだけど、あのこういうとこではあんま出ないかもしれない。出てないよね、実際出てない。広島弁限定にしたらいいかも。あ、逆に広島弁限定の広島弁縛りのコメント。さあ、日本で作られてないって聞いた気がする。そんな場、まさか。博多島は塩ラーメンは美味しいよ。夕飯何食べた？まだ食べてないよね。あの買ってはいるんだけど食べてない。博多島のこの麺を聞きたいってことあるよ。行ったことない。行きたい。あー、そこにかしゃぎる。応援してるんですよ、直感ですけどね。いやー、そう言ってくれることだけど自体嬉しいよね。行けるかわからんが、もうできる限り全部頑張る。語彙力っていうか、で優秀博多塩ラーメンだー。そう懐かしいね。プレミアムフジとか懐かしい。
ラーメンもらった日確かにそうじゃん、確かにそうだわ。え、年齢超えるってなったらあと何年だよ私。あのカルボナーラ買いました。カルボナーラ買ったよ。一旦広島弁を勉強しましょう。勉強やのにほんまに。最近好きな栗ご飯、前ご飯何食べてる。あ、いいね、栗ご飯美味しい。こんばんは。前に他界してそう。そんなこと言わないと。そんなこと言わんずにずっと応援しててや。32歳か。ってことは、16、26で14。ちょっと待って、計算できないでしょ。計算できない。何年だ？あ、ちょっとわからん。あと15年ってこと？あと15年？マジ？あと15年で32？いやでもね、いるような気もしないこともないんだけど、その時の私の心境によるけど、最低でもあと10年は多分いるとは思ってるし、いるよ。いるよってとこは目の音がしてる。多分あれね、お風呂のくっくっくっく空調あの空気のやつ、お風呂にあるあれに音が止まってる。カルボナーラええでしょ、いいじゃろう。最近はちょっとドキッとします。確かに今日はね、3人で寝てやってるかな。ペニーさん、しかありがとうございます。こんばんは。いい背中、重い腰上げました。おー、上げてこ上げてこ、こういこう。ツーショット楽しみね、ほんと。あ、他界してもなお惜しい。いや、それでいいよ、そうしよう。ぜひそうしよう。20年してたら大丈夫だ。20年ってな、あと何歳？ 36 とかでしょ、やばくない。やばくないか。いけるか。いけるか、大丈夫か。いるの。10年はいると思う。最低10年は。ずっと見に行きたい。いやでもね、卒業した後もまだ踊れるならば踊りたいけどね。カルボナーラ、あ、いや普通のカルボナーラ。せんべい食べてる。せんべい食べたらちょっとおもろいよね。そんなバリバリ聞こえてる、マジ。あー、さんこもありがとう。こんばんは。こう、声が続く限り。あれ、歌うだけならいけるかもしれんけど、私、うまくなろう。来た、これ、死ぬ。スマホも手に持ってやってる。あ、そう、手に持ってやってる。めっちゃ手に持ってやってる。プロデュース公演したい。めっちゃしたい。20歳になったらやばいね。あと4年だってやばいよ。だって加入してから4年であっという間でしょ。20歳になるまで4年もあっという間だよ絶対。やばーい、すぎんか。やばーい。この世に限りはアイドルで言ってください。何年だろうな。20年後のゲームしてる。え、絶対してる。これは確信して言えるよ。絶対してると思うよ。生涯やめることないんじゃないかな。ないんじゃないかな。赤ちゃんさん言われ続けてたらちょっとおもろい。あと8分。わお、早いね。ポテンシャル高すぎ。めっちゃ高いじゃん。頑張るしかないな。こんばんは。
声優できたら、いや声優したいね。声優さんだってさ、めちゃめちゃあのワンピースの声優さんとかさ、すごいよね。クマです。振り袖だよ、振り袖着ちゃうよやばいね、あっという間だよ本当に。4年だってよ、4年だよ、やばくない？やばいよあと4年で成人でしょ。あのちゃんとさ、あの法律上の成人あと2年だよ。やばくない？やばいよどうするどうするとか言って。親友してみたい。広島帰るか。あ、広島帰っといで。そしてあの公演もぜひぜひ、お話し会もぜひぜひ。ツインテールしてそう、ね、ユネもツインテールしてそう。どうだろうね、ワンピースナミさんは好きです。いいよね、強い女性。今だ完結せず、え、その時でもあのセイラとルナのさ、あの小説完結してなかったらおもろいね。ワンピース始まった時新人でしたからね。ね、すごいよね、すごすぎるよマジで。確かにそうだわ、ドラゴンボールの生産もすごいわ。確かにもっとすごい。ばあちゃんちでねゴロゴロ転がっておりましたけど。うん、切れないもん。悩め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 。ガバ食べたい、足場食べたい、当分食べてない、ごめんね何が何でも生きてくれ何が何でも生きてくれ。ねえ、声優さんってほんとすごいよね。喉の管理のあれが人より全然違うんだろうね。天の声さん渡したい。あ、もう絶対喜ぶ。日本シリーズ無理やったか。あー、無理やったか。しゃあないな。ライダーさん、コウモリありがとう。声優さんやってみたい。そんなことないね。長いアニメの声優さんすごいよね。こんばんは。ガバでラーメン、この前初めて食べて美味しかった。ガバうまいっしょ、美味しいんだよあそこ。こんばんは、何が何でも来てくれスーパーちゃうわ、スーパーちゃうわ。こんばんは、マジでレジェンドだよ、すごすぎるよ。それぞれの他の声優やらないって契約したらしいよ。はい、すごー、それもすごー。さあ、プレゼントで送ってくれ。アイドルさんやねんに見てみてこんでもいいやね。やりたーいこれでか、やりたい、マジでやりたい。もうあの本になってもなお叫んでくれ。こんばんは、長生き頼んだぜ。握手したい、それはそう、握手したいよね。カレーたくさん引き上げています。こんばんは。尾道ラーメン食べに行かないの？尾道ラーメンはね、ちょくちょく食べる。美味しいよ。わあ、5分前だって。早い。早くないね。30分ってあっという間だわ。やっぱり1時間であっという間だ。30分あっという間か。こんばんは。カラーズメに契約したらしい。そりゃそうだわ。そんな長く続くと思わんよ、最初は。ずっと押せる気がする。もうずっと押してくれ。どうしてくれってことで100秒しまーす。いきまーす。大一ジャパン、ヨシミン、しんのすけ、ナポリン、ハト、マスタング大佐、シンヤ、ライジン、ミータン、電脳、コガヤ、ファンマン、ジョンドー、アヤ、なんて読むのが正解なんだろうこれ。10に MO に配置。 H かな、絶対読み方違うね。 BOBX ターン、 T
24フレットノリジー剣ポーコエイタン顔文字プニャー女ふひとひでまり左利きの招き猫りゅうちゃんしげふみふみかもしだ石川先輩もっくんいろはんじゅうぜぬらんじゃつよぽんバロンカイトアキオワイリンガルアンディソーダスヤス瀬戸内新刊ハッチートツアンソニーはい、原最後読みです平津がフォルングタカートーモフネトジロチとシーミーとアベル西ユナイテッドハクラシンパクヨドリロドリゲス青ノリさんわさび大福ガトル子猫ちゃんのおじさまヤスチューチューボンちゃんちくわドーナツハンシタンノリトモザキヤマ鈴木二郎ジャマンのマーガリン武田ゼロタピケイチケイボイオン星人長谷川マー君、佐藤、つでちゃん、あすこ、エリオール丸、キーなのかな？マーキュリークーガー、フォメニー、フェアチャイルド、ミヤスケーニー、フジポン、アオアオ、ライザン、ゼータン、ハル、柏木まさき、ヨイミ、さっちゃんさん、昔からおじい、フーニーさん、ヤシチ、ありがとうございました。あ、そうか、SKさんも分かりましたか。わお握手会なのか今まだないんだよね。いつか再会してほしい。そう、私さクールなキャラとかさ、あの悪役やっていたいずっと言ってる、ずっと言ってる、悪役やっていたい。マー君かわいい、ありがとう、ありがとうも、ありがとう、ファンタもありがとう、サニーハイランドかありがとうございます、みんなありがとう、ありがとうございます。明日は配信できないんだよね、帰るのが広島に帰ったらね、もうアウト、アウトではないけど、こっから帰ったら多分アウトになっちゃうから、明日は配信お休みで、ありがとうございました。アイドルなんて呼ばないで、行きたい。で明日の来てくださる方はぜひぜひよろしくお願いします、待ってます。おやすみなさーい、ありがとうございました。新幹線配信やばすぎね。おやすみなさーい、明日よ。